チェイスイチェイスイ今日はちょっと、はい、ちょっと真剣な話なんだけど、これちょっと迷惑だなっていうか、はい、なんか全国的に今問題になっとるのが、はい、二階堂氏がもう売りに出しとる、はい、会社を。マジっすか。うん、どう思う、俺がこっそり売っとる。だって株式、あの会社って売るって言ったら、まあ、代表権っていうよりは、はい、株式だよな。株オーナーじゃん、はい、俺はまあ株のオーナーじゃん、 100% オーナーなんだけど、塗り替え道場だよね、まあ、南瀬港もそうだよね、はい、でもあのトヨタとかでもそうじゃん、株主と社長は違うじゃん、オーナーと社長は違うじゃん、はい、まあね、上場企業なんか何万人とか何百万人オーナーがおると思うんだけど、はい、何パーセント以上だよはい、でもそういう感じじゃん、はい、でうちの会社に関しては 100% 俺がオーナー、 100% そうですね、もちろん、はい、でまあ兼社長もやってるってことかな、はい、オーナーと社長っていうのは本当はまあ別のことも結構あるんだけど、株式会社で、はい、でこのオーナーっていうのはまあ会社の価値だよね、はい、あるんだけど、はい、うん、まあ、売りに俺が出してんだって、それすっげえ言われるの、はい、全国から言われる本当に、はい、こうお前、まあ、ぶっちゃけ来ます、まあ、うちの打ち合わせもしたしね打ち合わせ済みでした、うん、打ち合わせ済みでしたお前のどうやって来るの、はい、僕のところですか、うん、塗り替え道場売るんですか、そのまま。ああ、じゃあ直に、うん、売りに出てます。なんどうやってから調べるんだろうな。なんかでも僕が来る子たちっていうのは、うん、もう本当一職人みたいな若い子たちなんですよ、うんうんうん、なんか経営者とかそういうなんか代表取締役とかいう人じゃなくて、うん、若い子たちだったんで、うん、多分会社で噂になって塗り替え道場売るらしいよみたいな、で下の子たちからにもその話が、あーそういうことバーって来るんじゃないですかね。で僕本当若い子だもんで、逆に何でこいつらが知ってんのみたいな。ほんまそうだよな、はい、で逆に俺も本当にそのコメントが来た時さ、まあ、最初一つ二つだもんで、はい、んと思ったんだけど、はい、あんまりにもちょこちょこ来るし、はい、この間知り合いにまで言われて、はい、売りに出しとるらしいねとか言ってでコメントなんか全部削除してるじゃんあ、僕が YouTube の経費使いすぎたもんですか、ビトン買ったりとか本当だって、ちょっと俺お前を売り出しとるって、ね、誰か買ってください、値がつかんかった、誰か買ってください、僕らのお前売り出したけど値がつかんでかお前みたいな、本当に値つかないですかね、つかんだろ、ちょっと一回写真撮ってヤフーオークションに出してみます、わからんけど、まあ、誰か買える人だったら買ってくださいよ、とんでもないんじゃないよ、このやつ、最低落札価格誰かやった、最低落札価格ゼロゼロじゃあゼロからマイナスにスタートしてくれ金払うから持ってってくれって言うから、もういくらでもいいわって逆にさ、はい、まあそのね、結構こうやって売りに出とるってさ、まあ話題になるけど、はいはい、仮にもしお前だったらうちの会社いくらで売ると思う、僕ですか、うん、まあその現金とかも抜いて、現金とかいくら持ってるとかあんまりよくわからんだろう、はい、うん、この会社のただの価値だけとして、はい、もう資材は全部売るとしてな、ね、借金と資材、あ、借金と現金はもう抜きとして、ああ、もう会社自体ですか、うん、どうだったらこの会社行く、塗り替え道場お前いくらで買う、それって人間もひっくるめってことですか、まあ、そうそうだよね、組織だもんね、まあちょっと僕あの、うん、塗り替え道場営業の方は分かんないんで足場でいいですか、うん、とりあえず、ああ足場だけ、足場だけです、うん、で人間と、まあその、うん、なんていうんですか、中、うん、内部のあれで、うん、まず龍二くんが3万円人間かよ3万円使うんだろあいつ、全部で35万ぐらいですよ、安すぎてお前無かばな野郎、財務代抜き、財務代抜き、人間だけでな、人間とこの会社のシステムです、35万円ぐらいですか、無かばまあでも今現状が、うんうん、まあ、何億ってやってるわけじゃないですか、うん、まあ、それもあるよな、利益とかもあるよな、何億ってやって利益があるんで、うん、全権利だね、そうっすよね、1億とか財務代抜きで、まあ、まあまあそうだろうな、はい、で、まあ、ちなみに俺のところに来た、はい、そういうのあんまり来るから、はい、まあ、俺もちょっと知っとるそういう M&A やる人たちに、はい、ちょっと調べてもらったの、はい、で、まあ、ちょっと言えることと言えんことがあるんだけど、はい、まあ、愛知県、はい、塗装屋一般ターゲットで売り上げもまあうちと近しいんだわ、マジっすかマジマジマジ本当にそれ多分10億ぐらいって言ってるかな、10億前後、まあ、はい、あんまり細かく言うとちょっとそこの会社がまあ特定されちゃったらそっちがかわいそうだもんね、はい、そうするとそれで、はい、売りに8億で出した、8億ですか、まあ、8億で売りに出てるんだって、はい、俺もそれもちょっと調べてもらったらしっかりと、ね、はい、知ってる子に、
で、あの社名とか全部出そうと思うとこの情報開示しなかったので書類にサインして、はい、守秘義務も持たなかったのでもう喋れなくなっちゃうので、はい、まあ、そこまで調べてもらってないんだけど、はい、そのだから社名とかは俺は知らん、はい、だからまあどこの会社かは知らんけど、まあ、何個かしかないと思うのは、はい、愛知名義とかの辺でやってるってさ、はい、民間やってるそんな多くはない。え、僕が知ってる限りでも多分片手ちょっと超えるぐらいじゃないですか。え、僕が知ってるだけでも両手は絶対いかないですよね。うんうん、そのうちと同じようなスタイルでやってて、これぐらいの規模でやってるってことはない。そうですよね。逆に言ったらもうないんちゃうかな。で、まあ俺はもう本当に売りに出してないんですよ本当にね、はい、事実、まあ、うちの会社はこれで、まあ、まさかのその金額で売りに出てるっていう、もう本当に売り上げも10億前後、はい、10億以内、でも10億以内で10億以内で8億、そう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 、でまあ多店舗展開、はい、一般のエンドユーザー、はい、もううちやんうちうち以外に考えられない考えられるけど本当に売り出してないんですよまあまあ、はい、1社2社ぐらいは俺も心当たり、あそこかなみたいなところはまあ、はい、あるんですけど、はい、うん、まあみんな店舗サービスじゃないですかそんなにねえだろ、売り上げしかも B2C じゃねえし半分ぐらい塗り替え道場の仕事だし半分以上か、まあ、足場に関してはもうちょっと外あるか、はい、うん、で、まあ、まあまずそれは違うよっていうことが、まあ、まず一つと、はい、うん、でまあそれはもうその8億か妥当か分かんないけど、まあ、変にこの動画上げたことで、あ、なんかじゃあいいとこあるから塗り替え道場に見つけようかなと思ったら、まあ俺が知っとるとこだったらあんまりいい会社じゃない。で多分クレームとかくっちゃくちゃになってきてるので、はい、多分ニッチもサッチもいかんくなってきてるから、あー、そうそうそう、帳面上はよく見えてね、はい、めちゃくちゃ汚い仕事やってるから、あそこだった、あそこだったらな、ちょもう知って、もう言っとんだもんね、もういいよまあ喋るとかは言えんし、まあ、それは俺も推測だから、はい、その情報開示もしてないし、俺はまあそれは推測で言ってるけどね、はい、まあでもそれだけ本当に俺が、まあ、今日皆さんにねわざわざ伝えたら、まあ、それは本当に疑惑はないんで、売りに出とるっていうのはもう 100% ないんで、そうですね、うん、でまさか売りに出るとはない売りに出すとき、いや売りに出すときはそれもネタになるから、ああ多分 YouTube に載せると思う、載せる載せる、でも喋っちゃうからねあ、そうなんですか、あ、違うか、だって売る側は普通喋らんもんだからなああそうかそうかそうか、売る側は喋らんもんな、はい、社員に内緒にするじゃん、動揺しちゃうから決まってから話すじゃん、あ、そうなんですか、でも買い手が決まって値段も決まったら俺多分しゃべるもんな、あ、そうですか、で、まあ、ちなみに社長だったら、うん、うち塗り替え道場じゃないですか、うん、YouTube も、うん、足場も全部入れて、うん、いくらぐらいで、もうその現金と借金抜きとしたら、はい、どういうことなんですか、いいっすか YouTube だけ怪しく読んだらもうただ、ね、あ、全然いいっす、全然いいっすよ、思ったけどお前現金だけで何億だけど払えるお前、いや、それは払えるそれはそうだろ、口座なんて、あ、そういう、で売掛金っていうのもあるじゃん、はい、で職人さんに先払いとかしとる金とかもあるわけじゃん、あ、その金をお客さんに先にもらってる金もあるよ、はい、その分まで入れるってすごい金額だって、次もちょっと金貸してくれお父さんお母さんにちょっと金貸してって、お前らの金で払えるような金額だったらお前俺何やっとかわからん、間違いないか、で会社の現金も簡単に抜けば会社のもんだもんね、はい、お前がそれ入れるしかないもん、あ、俺に払うしかない、俺がだってゼロになるんだもんね、はい、そのお金の所有権も全部なくなるわけじゃん、ああすごいですね、実際社長に払って、そりゃそうでしょ、でそれが3兆円でしたっけ3兆円ぐらい、60兆円60兆円ぐらいです、国家予算国家予算税金が40兆円だったからなんか集めるのかな、はい、42兆円かマジっすか、日本全員でやろ、消費税とか全部税金入れてやろ、ああそういうことですね、それで42兆円集まるもんで、はい、まあ、うち大体キャッシュ42兆円ぐらい国家予算ぐらい国家収集能力ぐらい、俺の国家収集能力エヴァンゲリオンすら多重税金するエヴァンゲリオンはどうでもいいよまあそんな感じで、まあでもちょっとね本当にそれだけは違いますってことです、はい、じゃあ皆さん、はい、うちの会社ね、まあ3億だったら売るで、で YouTube だけにしますか YouTube だけにしようから俺雇ってくれ YouTube でその会社で間違いない、給料だけ払ってくれたらいいや、もうやどっちみちマッチングやっとるじゃん、はい、求人道場と今外気塗装の紹介マッチング、お客さんと外気塗装を紹介するっていうの、まあ、これ今作り始めて業者さんしか募集してないんですけど、はい、で今俺もそっち今力入れとるじゃん、はい、でまあね、まあ社員は行って、まあ、みんなの生活を守ってくれるんだけど、もちろん、はい、
恨んでこんなに真剣に何売る話とか何売る真剣もうなんか売る話してる売る話してるけど物理はなんか間違えた、はい、まあ売りには出してません。はい、よろしくお願いします。お願いします。ぜひチャンネル登録と、ね、ああいいね、いいね、よろしくです。また見てね。